武蔵野台駅は東京都府中市白井都台4丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王中央管区所属駅番号は二21所在地一帯の地形武蔵野台地にちなんでおり町名にはない相対式ホーム2面2線を有する地上駅である改札口は京上駅車内2階にある両ホーム中間部には 冷暖房完備の待合室が設置されている。トイレは改札口を入って2階改札内にある。ユニバーサルデザインの一環としての誰でもトイレが設置されている。改札口と各ホーム及び北口、南口の地上との間にエスカレーターが設置されている。駅南口には路線バス、タクシー乗り場がある。 2020年度の1日平均乗降人員は18,902人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。南口は小さなロータリーになっており、路線バスの停留所がある。駅の東に接して行動が線路に直行している。この行動沿いと南口ロータリー沿いが主たる商店街である。 この行動を南に行くと、都市再生機構車変断地がある。逆に商店街を北に行くと、東京都道229号府中町府線に出る。駅の西側に、西武鉄道玉川線の白井都大駅があり、駅の北側に、同駅への案内図がある。2011年3月の駅舎改築に伴い、駅構内に店舗スペースが設けられ、コンビニエンスストアの系ショップと、 書籍販売の軽文堂書店が開店したが、2018年9月でどちらも閉店した。その後、2019年2月に両店舗の店舗跡を利用して地産地消をテーマにした複合店舗武蔵野大商店が開店した。しかし、 新型コロナウイルスによる感染症拡大に伴う緊急事態宣言を受けて2020年4月8日より臨時休業をしていたが2020年5月20日に再開することなくそのまま閉店することが発表された。その後、店舗後は KO ストアがフランチャイズで運営するドラッグストア松本清武蔵野大駅店が2020年11月27日に開業した。 駅南口のロータリーに以下のバスが乗り入れる。また、東駅南口から徒歩7分程度のところに車開始団地バス停、徒歩10分程度のところに車開始団地折り返し場バス停があり、以下の路線バスが利用可能である。ありがとうございます。